11月はてんこ盛り。おはようございます、ジムです。今日はあつ森の11月のイベントをチェックしていきたいと思います。イエイ。11月はほんまにいろんなイベントがぎっしりと詰め込まれております。まずは1ヶ月を通じてキノコイベント、11月の16日から25日の間はもみじイベント、さらに11月の第4木曜日2023年は23日にサンクスギビングで、その後雪が降る。それぞれの季節ごとにシーズンアイテムもたっぷりあるので、本日は全部チェックしつつ楽しんでまいりたいと思います。それではやっていきましょう。いや、まずさ、木の色がさ、ちょっと紅葉してますよね。すでにくすんだ秋色カラーに染まっていて、わー、待って、みんな見て見て、もうザ秋晴れって感じの空気感なんだけれど、葉っぱの色が薄く染まっていることでよりエモさが増すような景色がここから見ることができます。綺麗。斜めから見てもいい感じかも。高台から島の景色を眺めると、たくさんの木をさ視界に入れることができ、そして秋色を感じることができ、最高ですよね。最近作ったこのマーティン君のお家周り、あ、待って、今日は11月1日なので昨日のハロウィンイベントの残りがが残っておりますが、あー、いや、ここもくすんだカラーが似合いますね。針葉樹もたくさん入っているんですけれど、薄色に染まった紅葉樹とのコントラストがまたグッド。またさ、このエリアをさ、キノコ額で染め上げるみたいなこともやってもいいかも、ということで、まずは11月1日から30日いっぱいまでキノコイベントが開催となります。キノコは紅葉樹と針葉樹の、また切り株の周囲に毎日5つどこかに生えるというイベントなのですが、あるかな。あ、え、なんかまとまって生えてる発見しました、キノコ。え、しかもさ、これさ、キノコの中でもレアな立派なキノコが生えているのでは。あー、立派なキノコや。さらにもう一つ細いキノコも生えておる。おお、こんな感じで木の周りにキノコが生えるので、ぜひとも1日5個収穫しましょう。またね、あ、風船、ペン、ポン、ミシン。毎日起動しなくても1日5個30個まで最大生えてくれるので、こう5日ぶりに起動したら30個島中にどこかに生えてると思うので、それを探すのもありかなと思います。またキノコの出現確率は島の評価によっても異なります。ちじえちゃんから教えてもらう島の評価が星3以下であったら立派なキノコは4%、珍しいキノコは1%しか出ないんですが、星4だったら立派なキノコ 10%、 珍しいキノコ 5%、 さらに星5だったら立派なキノコ 15%、 珍しいキノコ 10% と、評価によってキノコの出現確率が変わるという攻略棒情報があるので、そちらにも注目していくといいかも。ちなみにジムの島の評価を、待って待って、フランソワちゃんが、どうしたフランソワちゃん、ちょっといいかしら。 OK。 この間ショッピングに行った時にジャックさんが好きそうってものを見つけて勢いで買っちゃったんだけど、私の趣味を押し付けるみたいでスマートに渡せる気がしないのよ。フランソワちゃんの趣味の社長へのプレゼントめっちゃ気になるから、これは受け取っておこう。任せたまえ。しばらく評価聞いてないからどうなってるかな。島の評判、はい、あ、よかった、5つ星のままだ。じゃあ立派なキノコ 15%、 珍しいキノコ 10% と出るはずなんですけれど、このね、珍しいキノコは地面の上に生えてるわけではなく穴に埋まってるんですよね。輝きの地で華麗に舞う愛すべき虫たち、この楽園にたどり着けた奇跡に感謝せずにはいられないよ。これレックスくんか。中二病っぽいワードがいっぱい並んでます。かっこいいです、とてもかっこいいです、うん、すごくかっこいいです、素晴らしくかっこいい。あ、ここにも細いキノコ。ちょっと島に勝手にさ、キノコが生えるのさ、可愛くってそれだけで嬉しいよね。さ、星5だから10%の確率で、あ、これ怪しくない？珍しいキノコが生えているはずなので、この木の近くの穴をね、掘ってみましょう。はい。あー、やったー！珍しいキノコ掘り出した。ちょっとマーティー君が完全にスルーだけど。やりました。初日から珍しいキノコ、そしてジンバは水たまりに足を突っ込んでますけど、これは嬉しいですね。ということで、このようにキノコをね、収穫することができます。そしてこのキノコ何に使うかと言いますと、食べ
いや、食べません。食べてもいいけど食べません。DIY レシピ、チーズのところにキノコ角があります。このキノコレシピは風船からいつも通りゲットすることができるので、ぜひとも入手していきましょう。キノコレシピは全部で12種類。特にジンもおすすめなのはこのキノコのスツール、丸いキノコ2つで作れるやつと、キノコの原木、そしてキノコのランプにキノコのパラソル、この4つの家具がね、すごく使い勝手がいいし、リメイクがねめちゃんこ可愛いんですよね。なのでさっきは珍しいキノコ取ったんですけれど、細いキノコとか平たいキノコとかもこういうね使い勝手のいい家具によく使うので、ぜひとも集めるのがおすすめでございます。特にジンムの島だとこのエリアとか、マスターハニワたちの秘密基地エリアでございますが、アリリアンちゃんもこんにちは。このキノコのスツールの上にキノコを乗っけたりとか、キノコの原木をねまぶすことでより自然なエリアをね表現してます。カラフルなリメイクも多いので、こういったちょっとポップなエリアにもバッチリ相性いい。リリアンちゃんめっちゃ格好可愛いんだけど、どうした？おしゃれして、可愛すぎんか？カバンまでコーディネートが完璧なんだけど。あ、秋会話。秋って過ごしやすい時期だよね。あまり気温を気にせずにファッション楽しめるから嬉しい。あ、まさしくこのスタイルについて話してくれた。おい、おしゃれすぎる。あ、でも油断すると普通に風邪ひいちゃうから気にしなさすぎは良くないけどね、リンリン。そう、みんなも体調管理気をつけて。ちょっとせっかくだから、こんな可愛すぎるリリアンちゃんとキノコの傘を持ったまま、マスターハニワたちと一緒に写真やパシャ。さらにね、ジンムの島だとエーベルシスターズ周りにもキノコ角は存分に使ってます。この赤の斑点リメイクがね、ザ・キノコって感じで可愛いですよね。パシャ。ランプはね、つけたり消したりすることもできます。キノコはキノコレシピにも使うことができます。キノコのポタージュとか、キノコのクレープとか、キノコのアヒージョとかは、アヒージョすごいたくさんキノコ使うな。キノコカレーなんかもありますね。キノコのピザもある。なるほど。イラブのソテーもキノコが。まあ、キノコはとってもね、料理に活用できるということで、このレシピは季節問わず住民さんからね、レシピもらうことができるので、キノコをこれ用に集めておくのもよし。まあ、ちょっとジンバーですね。キノコね、リアルでは苦手で、食べれないんですけどね。いや、でも、あつ森では食べれるよ。あつ森では食べることができるよ。むしゃむしゃむしゃ。あ、これで苦手、克服だ。動画の最後で、キノコ家具また使ってしまくりしたいんですが、次のイベントが、11月の16日から始まる、もみじイベント、紅葉イベントがあります。16日から25日までの10日間は、このね、今もくすんで可愛い色をしている紅葉樹がもっと真っ赤っかに染まります。あ、チャックくんが青バラに二度やってくれている。チャックくんの格好もラフやな。今日はレックスくんが島に来てるんだ。さっき島の公表してくれたレックスくん来てくれてるんやな。ジムにムニが着ている服すごく素敵だね。あ、今日のジムのコーデも秋色っぽくしてみました。何を着ても似合っちゃう君にヒーローヘルメットをプレゼントしちゃう。え、このダウンベストの色にぴったりなんじゃないかと思うんだ。え、ヒーローヘル、え、結構今おしゃれに決めたつもりだったんだけど、僕はジムにムニとずっと仲良しでいたいだけだから遠慮せずに受け取ってね。え、待って、そんなこと言われたらさ、被らないといけないじゃん。ヒロヘルメット、今日もジンム人島の平和はジンムが守ります。ということで紅葉をします。さらにね、もみじもね、ひらひらと落ちてくるので、もみじ家具も作ることができます。もみじレシピは全部で9種類。この紅葉の壁とかね、床とかもものすごい綺麗なんだけど、もみじのラグ、もみじの傘、もみじのポシェットも真っ赤で可愛すぎる。さらにね、この秋の要素てんこ盛りで作るレシピも入手することができ、作ることもできます。もみじを使って大きな木の実のツリー、そして木の実のアーチ、これは先月に引き続き針葉樹や広葉樹を揺らすことでゲットできるどんぐりと松ぼっくり、さらに木の枝粘土を組み合わせたりして作ることができる秋色に染まったアイテムでございます。また赤い落ち葉の葉っぱや落ち葉のスツールも作れます。この落ち葉のスツールすごいおすすめで、さっきのマスターたちが座っている椅子も落ち葉のスツールで作ってます。この色合いがまた可愛すぎる。リメイクが最高です。いや、ジムの格好変だな。まあ、ここまでいろんなレシピ家具紹介したんですが、秋はね、とにもかくにも入手できるアイテムが、レシピが多すぎる。あ、平たいキノコ、本当に大変な量を入手ができて、逆に言えば一つ一つをゲットできる確率が種類が多すぎて低くなってるんですよね。このシーズンはどんぐりレシピ、もみじレシピ、キノコレシピも全部入手できるみたいな感じになってくるので、お、社長すごい顔。もみじが舞う
前にキノコレシピを集めたり、とにかく焼きレシピ全部ねゲットできるようパチンパチン風船していきましょう。ジンバこの島はもうレシピ集まってるんですけど、もう一個の島ムニ太郎島でレシピ頑張って集めたいなって思ってます。ということで社長にお届け物、フランソワちゃんからの配達です。フランソワちゃんはどんなものを社長にプレゼントしたのか。やっぱサングラスいいね。シーズンもちょっとずれてる。え、ワークアウトトップス、お仕事向け社長ふさわしいのでは。じゃあ今から着替えるから見ててくれるかい。じー、え、あれ、いやなんかちょっと違った、あのイメージしていたのと違った、だいぶあの下半身が、あの、どうしよう、どうしよう。どうしよう、結構割とマジで困惑なんだけど。セクシーすぎるくない。まあでもいいじゃん、いいのかな。フランソワちゃん、フランソワちゃん、いやフランソワくんに服を選んでもらえるなんて光栄だな。じゃあまあサングラスにはあったかもしれないな。あ、ダイヤル式電話、はい、ありがとう。これで電話かけてねってこと、僕の一押しなんだ、気に入ってもらえると嬉しいんだけど。じゃあ、お邪魔しました。バイバイしたいけど待って、なんか面会ある。あのさ、君ってボトムスのだけはどれくらいが好き。待って、ここでその会話、ボトムス履いてないやん。やっぱり僕は自然な形が一番だと思うんだ、生まれたままの姿がしちゃ、おーい、分かっている、認識がある。さよなら。そしてなんとまだイベントがあります。11月の第4木曜日、2023年は23日にサンクスギビングデーも行われます。こちらはねまた当日生配信とかでは遊びたいと思っておりますが、シャンギビ角がたくさん入手できたり、レシピも入手できるような最高のイベントです。シャンギビレシピは全部で8種類、このあたりのレシピは当日サンギビをねやり過ごしてしまっても、翌日から30日までの間はたぬき商店でレシピを売ってもらえるのでご安心ください。でも本当にねこれらね一個一個めちゃめちゃ可愛いんだよね。色合いとか全部好みすぎてさ、大好きすぎるので、ぜひとも11月中のニュースをお忘れなきよう。また当日はサンギミの壁やラグ、料理のレシピなんかももらえるので要チェック。ちょっとここまで来て本当に11月ってイベントてんこ盛りでやばいなって思ったんだけど、あれ、さじゃまるがクリスマス姿で悩んでいる。さじゃまる、まだ11月の話をしているんだけど、相談なになに。あー、止めまーす。あ、もみの木ワンピースって実はすごい効果があるんだぞ、このクリスマスワンピな。こういう着慣れない服を着ると普段使わない筋肉が使えて筋トレにもってこいなんだ。ピエ、さじゃまるクリスマスに向けて頑張って筋トレしてる。あー、かわいい。ちゃんと走り込んでいる。たぬき商店にも行きましょう。ハロウィンが終わってね、普通のかぼちゃにはなってしまいましたが、まだ秋色が続いているたぬき商店。今はシーズンアイテムは売ってない感じですね。なんかでも全体的に黒い。ジムこれ食べたい。豚骨ラーメンだと？いやー、寒い中のラーメンは最高っすよね。で、今はないんですけど、11月の26日から紅葉終わってからは冬のシーズンアイテムがここに売られます。丸型ストーブと宴のキャンドルがシーズンアイテムとして売られます。さらにさらにたぬきちたちのビッグイベントがあるんですよね。11月の第4金曜日、2023年は11月24日から11月30日までの間、なんとブラックフライデー全品 30% オフの大特価セールが開催です。 30% オフってだいぶでかいので、これは買い占めチャレンジしたいですね。これも忘れなきよう。本当にイベントがてんこ盛りすぎて皆さん追いつけてますかね。みんなはどのイベントが楽しみですか。もう全部やりますか、やりきりましたか。もしよかったらコメントで教えてください。あれ、ハロウィン終わったけどまだ派手なアニマルミニボー売ってるわ。いや、ハロウィンも楽しかったね。配信のアーカイブもね残っているので、よかったら見てもらえると嬉しいです。あれ、なんかハロウィン終わったんだけど、なんて言えばいいんだろう、マッスルスーツ、ハロウィン的なシックスパックな服が売られている。ムキムキマッチョヒーローが生まれ始めた。これもありかと思ってしまっているけれど、やっぱなしでお願いします。さらにね、スペシャル商品のシーズンのところ
ところに手持ちのランタンマリーのゴールド飾りが11月1日は売られております。11月の11日からは七五三のね一世飴も売られるので、欲しい方は忘れなきよう。友人とりあえず網羅したけど本当に多かったね。じゃあそれではお待ちかねのしまくりタイムやっていきましょうか。まずはちょっとハロウィンのねアイテムをお片付けしていきますが、作りながらやろうかな。キノコレシピ、キノコのスツール、キノコのパラソル、キノコのランプ、キノコの原木、あとこれ使ってみたいな、大きな木の実のツリー。クリスマスと秋の境界に秋たっぷりのツリーを作っちゃおう。木の実のアーチと赤い落ち葉とか持ってたので、それを使うとしてリメイク。キノコのランプは赤、キノコの原木も赤かな、白も1つ。大きな木の実のツリーも2つの種類があるんですよね。ホワイトナッツも可愛いんだけど、とりあえずこのままかな。キノコのパラソルはこれはやっぱ赤かな。キノコのスツールは赤と白、木の実のアーチも白があるけどこのまま。じゃあまず入り口のここにキノコの原木を置いて、赤をちょい足し。このリンゴと合ってるね。ハロウィンのものをしまって、この隙間に木の実のアーチ、あ、全然雰囲気変わって可愛いかも。血出しちゃってもいいかもな。え、可愛い。滝の間からひょっこり。ここを押し込んで背景にしちゃって、崖上の花岩さんが覗ける感じ。で、手前側にキノコの原木も一個置いて、風船を割って、パチンコが壊れて、中身はなんだ？荷台。え、こんなんあるんや。これ持てたかな、ジム。初めてかも。嬉しい。でもしまって、一旦ね、この上にちょこんと、食べちゃった、間違えた。一つ分けたかったんだけど、一個分けて置いときましょう。これ置くだけでも可愛いよね、キノコね。うんうん。で、さらにここ、ハロウィンの場所にしまって、ここに大きな木の実のツリーでもいいかな。あ、意外とちっちゃいな。じゃあ、広場のメリーゴーランド、もともと置いたやつを戻して、ここのハロウィンのランプを大きな木の実のツリー、過去一マスにしようかな。あ、可愛い。あ、こっちでもいいかな。このタワーしまって、木の実のツリーはこっち側に装飾としておきます。で、ここは、キノコのランプ。で、照明的な感じで置くのがいいかも。ふんふん。キノコのランプもう一個、この辺りとかにも隠そうかな。ちょっとチラ見せな感じで置いといて、あと今この埴輪が乗っている台が石だけど、これ一旦しまって、キノコのスツールに変えるか。ピープー埴輪。うん、かわいい。赤がちょい足しだとさらにかわいくなるね、このエリア。ここさ、キノコの原木にしたけど、キノコのパラソル。あ、さすがに狭い？この落ち葉しまったらいけないかな。あ、いけた。あ、いや、いいな。ちょっとデカめだけど、いや、だいぶ変わる雰囲気。え、かわいくない？チラチラと赤キノコがさ、見える形になって、また違った雰囲気が出てきました。秋色に染まった遊園地。で、さらにこの辺のね、落ち葉を秋色に染めちゃおう。赤い落ち葉置いたり、マーティくんちがね、黄色と赤で完全秋色カラーだから、相性が良すぎるな。この手前側にも、黄色の落ち葉を置いたり、ふんふん。緑の落ち葉残しつつ、色を足していく感じにしようかな。赤い落ち葉、いろんな葉っぱの色があると賑やかになりますよね。おー、いい、めっちゃいい感じ。この木箱をキノコの原木のもう一色にして、この上にツルのランプを飾ろうかな。おー、色の相性バッチリ。黄色の落ち葉もうちょい足したいな。どんぐりと雑草、この辺に黄色の落ち葉を足す。秋ってしまくり楽しいな。鮮やかになりますよね、一気に。最後にここにキノコ生やして、できました。ハニワたちの俳優園地、秋色バージョンです。なんかめちゃめちゃ満足。マーティー君のお家とキノコ枠の相性がバッチリだったのかな？めちゃくちゃポップで可愛いエリアにね、アレンジすることができました。もともと色合い落ち着かせていたんだけれど、鮮やかなのも最高ですね。パシャッと。斜めから見てもカラフルな秋の小道がいい感じに馴染んでおります。いやー、綺麗だね。
リアルでも結構秋って本当に澄んだ空気がたまらなくって、でも寒すぎもせず好きな季節だなって思います。最後風船、あ、パチンコ壊れたんやった。ということでいかがでしたでしょうか。ジムはこれからもあつ森をもっと楽しむ動画をお届けしていくので、チャンネル登録、高評価のポチリをお願いします。今は Twitter、X、Instagram もやっているので、概要欄からフォローいただけると嬉しいです。ライブ配信もほぼ毎日やってるので、よかったら遊びに来てください。それではジムでした。バイバイ。